ユメタウン光の森は、熊本県菊池郡菊陽町光の森7丁目に、置市、株式会社泉が運営する、ショッピングセンター。ユメタウンとしては、初のシネコン併設店舗である。南関東ベスト電気工の森店熊本県は2002年、県住宅供給公社が開発を行う、予定の団地である、光の森における核となる SC の出店について、 当時 SC を展開していた各社に打診したところ、イメージが合うとして株式会社泉による夢タウンに決定し、2004年6月3日にオープンした。オープン後しばらくは、光の森全体を含め大型電気店が皆無であり、2007年9月21日にベスト電気が南関連設置にオープンした。大型電気店については、光の森駅前の土地を取得して、 誘致を行いたいとする意向を、夢タウン側が示しており、ベスト電気港の森店は、夢タウン光の森の別館という扱いになっている。そのため、夢カードだけでなく夢タウンの商品券や、レシート割引券も、使用可能である。逆に、ベスト電気のポイント値引き券も発行当日のみ、夢タウン光の森で使用できる。当初は、バス路線がほとんど皆無で、最寄りの駅も、 徒歩10分以上のところにあった。その後、熊本電鉄によるバス路線新設及び光の森駅の開業により、アクセスは格段に良くなっている。光の森には、2003年に住宅地を分譲を開始してから県道316号住吉、熊本線沿いを中心として、店が次々とオープンしていたが、夢タウン光の森の開業後はそれまでを上回る。 ペースでオープンが相次ぎそれに伴い人口も大幅に増加して県が狙っていた大型 SC を核とした商業圏と住宅地の展開は成功を収めている。夢タウンが掲げていた初年度目標の売上210億円はほどなく達成しており、さらに2005年はダイヤモンドシティ、クレアや 夢タウンは、マセンなどの大型 SC が勢いを伸ばす中163億円を売り上げた。2010年現在、夢タウンの店舗としては、高松店、広島店、久留米店、佐賀店に続く5位の売り上げであり、県内の夢タウンでは最大の売り上げを誇る。これは、シネコンやアミューズメント施設を備えていることから、ファミリー像を中心として固定客を獲得しており、 熊本県北部及び熊本市北部地域における最大の SC であり、これらの幅広い地域から客を獲得しているからである。2015年には、夢タウンでベスト3に入るまでの公衆駅店舗に成長しており、4月25日には、南館を光の森駅方面へ増床している。将来的には、光の森駅と高架通路で接続する構想もある。 2006年より駐車場を利用して、熊本県と共同で、パークライドを光の森駅で行っており、申し込み者が多い。この駐車場は、夢タウン光の森が、ロアッソ熊本のホームスタジアムである映画を、健康スタジアムに比較的近いことから、公式戦闘が開催されるときに、臨時駐車場としても利用されている。 こういった園などからロアス・ソク・マモトのピッチボードスポンサーとなっており、店内にはロアス・ソク・マモトのフラッグを掲げるなど応援体制をとっている。ユメタウン・光の森の一部のテナントでは、東方シネマズの映画鑑賞券の半券を提示すると、特定の商品を割引あるいはサービスする。ユメタウン・光の森のみで、各テナントが独自に行っているサービスであり、他店では行われていない。 一定期間ごとにサービス店舗、サービス内容が変化する。熊本県内の他の夢タウンん店舗。ありがとうございます。